こんばんは。それではグリムロードの続きやっていきます。前回のフェイスキーパーっていうボス倒したんで、その先から進んでいきます。はい、ちょっと前チラッと見たらなんか敵が2体3体ぐらいいたんで、こうですね、ちょっと引っ張って、こないな。武器は、うちは、武器は片手武器2つ持ってきました。全然来ない。弓はどこ行ったん？うわあ！32。ちょっと盾持ちが意外ときつい。よしよし。股間、股間。なんかの、このバイキングアックスかな、右手持ってるやつなんですけど、剣引っかかるんですよね、形が。だから、お、いいんか、その柱に打って。なんかグリムロード制作してる会社さんの、セイレンコーイングと。なんか会社さんのなんかショートとかあったんで見てたんですけど、敵の矢とか、一応剣で弾けるみたいですね。あ、で、あとこれ、ポーションほら。先を剣で切れるっていう。へへ。コルクついたままです。はい。ここに、あ、設計図。ファンシーハンドル。ファンシー。ポーションでしょ？この箱は？この、これ、武器で棒高跳びみたいにこう、ぐーっと、ぐーっ、くそ。ちょっと、どう思ってどう思って。ぐーっ、ぐーっとこう上に、ジャンプで、はい、ジャンプで。一応また両手武器もまだ持ってきたんで、ね、こう。守護者のなんかこうね、持つところがすごい。自由に持てるんで、こういう、ね、スムーズな、こういうスムーズな動きが、はい、できるみたいです。よし、行きましょうか。向こうに扉と、こっちに扉がありますね。これは？これわかない。これ、かんぬきですか？かんぬき？かんぬきこっち側。忘れたかな？扉。よいしょ。あかん。ああ、で、なんかもう一個この魔法を、チャージした状態で、ちょ、持てない。チャージして、下に叩きつけるとか。すげえ。叩きつけると、こう、かっちょえ。サンダーソープ。めっちゃMP 消費しましたけど。はい、みたいです。多分属性で違うんで、あと氷と火も、ね、ちょっと一回戻ったら見ていきたいなって思ってます。ここは、いけない、ね。はい。
危ない。誰？よし。スマホ。クロスボウ、クロスボウか。チャージの仕方が足で地面に押し付けて。はいはい。ゾンビ兵みたいなやつ。どんだけ呼ぶ。クビ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 。よしよし。おい。おい、すごい。強い、強いよこせ、強い。あ、まだ来た。やが。なんか、すごい軽装に見えるんですけど、たまにガンガン金属に当てて音するんで。よいしょ。また来て。オッケーオッケー。引っかかって、あ、くそ、引っかかってる。3、よし。うん。ゾンビ兵みたいなやつはちょっとだいぶ慣れてはきた気がします。先にちょっとこっちやっちゃいましょうか。よしよし。26、またこれが、厚手の革とポーション。まあ、ちょっと減ってるかもしれないんで、ポーション使っておきます。こっち、ああ、うん、そうですね。バナナ。ああ。で行くところがこっちの、あ、行けないな。正面みたいなところと、左に扉と、あと、この下は行けないか。で、ここなんか左側に、入り口あります。中庭みたいな感じですかね、これって。こっちの扉からはいけない。缶抜きなん、なんなの？お、隙間に剣が入る。テコの原理でってこと。全然無理ですね。上に缶抜きみたいな向こう側からのやつ見えるんで、剣でこうやったら何とかうまく上げたり、はい。ダメです。刀身。はい。よしよ。一応なんかこれで、束で殴ったり、先っぽで切ったりとか見たようなのは、戦い方としてはあるみたいです。はい。じゃあ、ちょっと、こっちの空いてるところから、入っていきます。上に広くてできますね。よいしょ。足が折れる。足が。よいしょ。なんか、当たりどころが。よしよし、オッケーオッケー。上と、こっちは、開かないか。エレベーターですね。レバー引いて。はいはい。
おっと。お昼の人。こんにちは。こんにちは。よし。なんか、や、あ、上か。あ、まあ、魔法で。なんか光ってんな、まだあそこ。スケルトン行ったところ。消えた。オッケーっぽいですね。上はど、あー、はしご、あ、これはしごか。はい、上登れそうなんで、ちょっと、はしごで。音？手が。ここは、なんか休憩室みたいな感じですかね。ちょっと、寝て、すごいお疲れっぽいんで、ゆっくり行きましょうか。おはよう。おはよう。おはよう。よし。なんか、待って。25また、オークウッド、アイアインウッド、ポーション。精錬鋼インゴット、なんか 2か3のやつ欲しいんですけど、上はもう登れそうにないですかね。ポーションですよね。で、はしごを、これ、はしごなんかもっとこう、スルスルっと、いけないですか？FPS でよくある。いや、手が。この、こうね、よくあるじゃん。こう、横掴んで、こう、スーッ。全然いかない。あ、立てる？ここは大丈夫。ん？なんか、なんだこれ。下はダメ。危ない。また来た。これは、オッケー。あ、奥からも来てんな。ま、後、前後ろ引いてもな、とりあえず、危ない。とりあえず1体だけ。はいはい。これで1対1でしょ？よし、練習で。ほら。どういう持ち方立て？ほら。で勝った。よいしょ。オッケーです。くそ、当たりそうか。危ねえ。ああ、後ろも割れますね。これ、早めに倒して。ちょっと辛いな。よいしょ。おいおい、うん、どうしよう。よいしょ。バカめ。落ちて。よし、オッケー。よいしょ。いた。よいしょ。縦どうなってんのそれ。よいしょ。よいしょ。危ねえ。縦は飛んだ。2、3。頭。もうあいつらちょっとフレンドリーファイアしよう。あ、よし。3。よし。怖っ、いた。オッケーかな。うん。結
一発食らったんで、50また。あれで50また。これは上はいけないか。体力はちょっと、下いるな。なんか降りていくやつ。ちょっとこの雷の叩きつけのやつちょっと使ってみましょうか。下に一体だけゾンビ兵いるんで、ゾンビ兵っていうか、あれ？よいしょ。聞いてんのこれ。よいしょ。なんかビリビリしてる。短いな。3秒ぐらいスタンするのかね。あれ？出ない。出ないぞ。どこ行った？危ない。よいしょ。危ない。一応あの叩きつけのサンダーソムみたいなやつはあの3秒ぐらいスタンスっぽいですね、相手が。あれやって剣でしばく感じですかね。暗っ。これは？あ、壁か。壁。ここは、なんだろう、食品、倉庫。開けて、あ、これ、さっきの中庭ですね。ショートカット開いたっぽいです。よしよし。ぽい、どうしよう。ぽいよ。よしよし。今のうち。よし。硬いね。ちょっと待って、痛い。危ね。ちょっと待って。よいしょ。すごいカバー入ってくる。よしよし、オッケーオッケー。まず一体。あと、意外と。あ、いった。ちょっと回復します。ちょっと待ってください。めっちゃ後ろ来てる。ポーション取り出して、叩いて、さあ、早く、オッケー。いける。よし。あれ？いった。斧は？うまい。よし。あり。ちょっと待って。ちょっと待って。強ない？盾持ちの人。はい。回復しましょう。はい。回復。落ち着いて、こう。よし。ほら！回復剤。回復どうしたっぽい。ラッチェルイズフロー。飲んじゃいます。よし。ちょっと斧どっか行ったんで、ちょっと探してきます。どこかな。はい。あったんで、ちょっと進みますね。これ、こっちは、扉は開かない。暗いなぁ。うん。なんかわかんないです。階段があって、こっちはなんか変なくぼみが。これは何？なんか、はまる。
あ、ちょっと階段の方行きましょう。これ、こっちは来たところですね。入り口は。結構いるぞ。3体ぐらい。両手向きで。はい。なんで当たった？よし。痛っ。強いですか？いった！ちょっと待ってください。ああ、ちょっと2本目ぐらい、はい。ちょっと1本じゃ全開しないんで。なんで、なんで、なんでちょっと待って。よしよしよし。ガードして。よしよし。この地のやつって縦飛ばないですかね。バーンって。ゾンビ兵みたいに。スタミナが多いとか。さっき、で、そんなところ立ってんの？さっきの両手持ちの人ですよね、これ。何してんの？よしよしよ。ほらほらほら。階段があって上に、右はできるな。左はこっちが、なんか、塔の方続いてる感じですかね。こっちが進むルートかな。じゃあちょっとさっきこの右の、こっち側の敵いる方行っちゃいます。この辺になったらクロスボウなんですね。魔法使い。上に階段なんかあるな。魔法使い。魔法使いから行きたいけど。おお、来い来い来い。こっちは。何してんの？ちょっとポーズ決めてますけど。よいしょ。OK。まあ、もう今さらこのゾンビ兵は全然余裕の。危ない！なんか引っかかってる。よし。よし、危ない。よし。じゃあ頭。攻めるか、これ。よいしょ。ついて、ついて。あ、いる？よし。この中、板はこれな、なんですか？ポーション。美味しい、ポーション。上に箱とかなんかありそうですね。この辺から掴んで、登れないな。なんか上から降りてきた。1、2、で、叩くり。よいし
か。うん。よいしょ。よいしょ。縦振り、縦振り。暗い暗い暗い。よいしょ。うん。この後ろは特にないかな。はい。ああ、これはさ、あの、なんか中庭からちょっと入ったところの、なんもない。扉がある。これ、ああ、うん。開けれるんで、ショートカットっぽいですね。これどこに繋がってるんだろう。缶抜きかかってるのと、他に道がある。これ取って。ああ。ああ、これあれですね。あの、初めのポイントを来てすぐ、左のところですね。こっち側は道は？レバーか。うん。ここに箱があって、ポーションかな？ヘルスポーション。フル。なんか下漏れてないですかこれ。お、え？あれ、どっから来た？どっから来た？上？どういうこと？おい。こんにちは。よいしょ。はい。よしよし。ガード。当たってんの？当たってんの？これ。じゃあちょっと上戻って、さっきのところから続けていきます。ここですね。で、あとこの上、右のこの上がいけるんで、礼拝堂かなんかですよね、ここ。違うかな？もう礼拝堂抜けた？礼拝堂があるか。また盾持ち。よいしょ。飛ばないんかな？ガード、ガード、ガードして、いった。どういうこと？ガードして。よしよし、ガードし。スタミナで縦飛んだりしない。うん。よし、じゃあ進んでいきまーす。あー、なんか黒くなってる。黒くなってる。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんかまた、うん。VR の調子が悪かったんで。うん、大丈夫そうかな。ちょっと怪しいかな。うん、はい。じゃあ、ちょっとコマつけます。で、レバーがあって、で、そこに敵がいますね。ウッキーはあるか、うん。こんにちは、死ね。とりあえず殴りまくればなんとかなるんじゃないかなっていう。やったぜ。やったぜ。じゃあ、レバーを引いて。
これできてるかな。レバーを引いて、うん。うん、いけそうですね、こっち。ここは？特になんもない。これ、鎧かな？切れるわけではなさそう。はい。めっちゃおる。こっちは、こっちはいけない。通れないか。この扉は、うん。うん、いけないな。どうしようかな。ちょっと戻って、開いてないところとかいろいろ見ますというか、初めの分かれ道のあの、左側、塔とかに繋がってそうなところ、ここもなんか行けそうなんですよね。上から来るのかな。これ、ダメだ。うん。うん。なんかこの辺から壁またクライミングしたりとか。っていうポイントもない。かな。よし、じゃあちょっと行ってないところ行きます。ここ下から来て、そうですね。右に行ったんで、こっち左側の、あそこへ飛べらんな。うん。ちょっとこの上行きますね。ねえ。全然敵いないですけど。暗っ。アイテムかな、これ。これは？これは？宝石とポーション。そう。だっけーか。うん。飲んじゃいます。ポイ捨て。ひどいポイ捨てを見た。あー、これいいっすね。ずっと下から来た城下町とか、ねえ、なんか、崩れた城塞のところとか全部見えますね。景色がいいな。あっちはない。下に雲があるんで、結構高いところ、ね、なんかすごい結構高そうですね。こっちは、あっ！はい、っていうことで、ちょっと、さっきのところまで戻ります。入って、ショートカット開けたんで、こっち入って、うん。この辺ですかね。で、ちょっと、もう、なんか、敵いっぱいいるんで、とりあえず、ちょっと一回走れるところまで走っちゃおうかなっていうので、これは？こっち無理だな。はしごか、はしご。はしご登って、くそ、手が。ちょっと待って、はしご。掴んで、ちょっと、ラグイ、ちょっと待って。ちょっと待って、ラグイ。ちょっと待ってだよ。ちょっと暗い。とりあえず、はしご登るところまで行って、やっぱりこれ死んでるな。ちょっと掴んで、よし。右手、左手、掴んで、よし。回収。左手、右手、掴んで、早く掴んで。
よし。よし。よし、OK。よし、OK です。あれ？剣が？うん。なんかさっきのあれですね。上ですね。ちょっともうちょい、いた。回復して、もう、これ、痛い。早く早く。なんか、めっちゃ敵おる。何してんの、こいつ。え？なんで死んだ？あの高さで死ぬの？そう、仲間おる。なんか剣を落としてきたんで、もう、とりあえずこの斧で、なんかあったらこの斧で、宝箱があるなぁ。ちょっか。両手向きで。きたーい！きた。見てか。痛い。倒して。早く。危ない。倒して。なんか敵湧いてる。倒して。いや、危ない。よし。あかん。もうちょっと一回戻ります。回復して。危ねえ。回復して。はい。敵いるなぁ。今、これ、マナか。今、6割ぐらい。何個やった？使いようって。そっからか。5割、4割ぐらいやんで、パスは与えれるかな。斧が落ちてる。うい。行きましょう。とりあえず昼。さあ、先やったほうがいいかな。ガードして。いいぞ。なんか引っかかるな。よいしょ。お、設計図ですね。七首、飛手、オークウッド、飛手 C。あれは、なんかあれですね。ナイフのやつですね。レバー。あー、これあれか。こっか。ショートカットなんか行けなかったところですね。と、入り口があるんで、一回開けて、これであの入り口から直通で来れるっぽい。くそ、また重機しか。来ないな。あの斧を振り回すやつですね、こいつ。ごめん。で？うん。先輩だ。3。ちょっと横に回り込めないんで、2、3、よいしょ、1、2、3、よいしょ、しばき、もういけるはず、な、3、よいしょ、まだ、よし、いけ。いけ。オッケー。体力はまだあるかな。
半分ぐらいかな。敵、まあ雑魚2体なんで。危ない。とりあえず盾を縛いて、飛ばしちゃうか。はい。受けて、立った。ん？うん。でも盾、行った。行った。はい。盾しまいて。OK ですね。なんか、うん、この人は段差来ないんで、下から殴る。ステイ。勢いよくこう、右からの左に振り切れば、何してんの？うん。引っかかってるなんか。はい。どういう状態？どういう状態ですかこれ。倒した。うっそ。回復しましょう。はい。もうなんかここまで来てあんまり死にたくないんで。とりあえず体力は全開ですね。じゃあ上登って。上はいけないかな。すっごい暗いんですかね。これはなんだ？うん。なんかあの、机で扉止めてて、全然行けなさそうですね、あれ。雰囲気的な。またなんか床抜けてるところが、これ多分死体。死もなんか扉あるな。これは？いけそう。よしよし。渡って、ジャンプか。ジャンプ。うん。なんか、消えなさそうですね。この辺からダメだ。しゃがんでも、うん、なんか雰囲気的な。こっから下に、あ、なんで垂直に落ちんの。ちょっと食らってるし。回復しまう。あー、ないな。こっちもから、はい、あかん。まあ、うん、まあいっか、これぐらいだから。うん、ないね。どれがどれ。はい、わっ、あっ、ボスか。なんかあの、軍団みたいな状態になってますけど、やり突き刺さって。向きが逆だな。これは、入ったら起き上がってくるパターンですね。つかね。今多分攻撃しても。お。よいしょ。やってる。始まった。でっか。槍を抜いて、MP で回復して、はい。これ闇魔法か。ファインか。雷を全然減ってない。全然減ってない。全然効いてない。
よいしょ。聞いてるこれ。はい。ね、なんかあの、ダコにはすごいスタンしたりとかしてましたけど、さすがにボスには、何してる。おぉ。高い鎧か。さすがにでかい。ちょっと待って、何の音どうなってんの。解決しましょう、解決。はい。あー、闇魔法みたいなとこまで来ますね。顔どうなってんの、こいつ。うわっ、これが多分遠距離でしょ。今のうちに硬いな。はいか、はい。槍でついて、でかいけど動きは、これは範囲、ん？大です2回ついて3回目になんかあの飛ばしてくる感じ。硬いな。なんか柔らかい。膝が柔らかい。これが飛ばしてくるモーションかな。よしよし、膝音がいいな。やり、これはいですね。膝1本目、1、2、はい、これ避けて、膝、これはい、膝をこれ、ね、膝を湧いて、これ何これ。うい投げ払いか。これ魔法飛ばしてくるやつ、はい、おーおお、いいぞ、いった。何これだった。頭が赤いな、これ。いった、いった。硬い。この位置どこしまくるんだろう。ここか。やばい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 、端っこで。はい、またちょっと戻ってきて戦ってるんですけど、距離離すとこの遠距離攻撃を打ってくるんで、力をって、この膝の裏しばくっていうことを永遠に繰り返してます。はい、はい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 、膝の裏へ。で、あのここはちょっと走行がないんで、あー、いいですね、いいですね。もうハッと来ました。逃げて逃げて逃げて、で、また魔法を積んで近づいて膝の裏、膝の裏、この膝の裏を逃げて、はい。いや、なんか足踏みつけて範囲攻撃みたいなのしてくるんで、魔法使ってみますか。まだあるんで、あの頭、下に叩きつけると、ああ、あら、よ
し、寄って来たの、ほら来たの、ほら、あぶね、あれこれはこれいいの、よしよしよし、膝の裏、膝の裏、膝の裏、おい、なんかバグってなかったっすか今の。よし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 、もうちょいもうちょいもうちょい、やったぜ。ブライトエッセンス、ライトエッセンス、これはこれなんだ、これ修練の槍頭、スピアスタホはなんとか、はい、槍ですかね。なんかちょっと途中立ち回ってバグ臭かったんですけど、こっちは開かない。こっちかな。扉開けて、扉、あ、セーブポイントある。これは？精錬コインごと、やったぜ。欠片をつかむ。ちょっと休憩します。はい、回復して、なんか扉があるんですか、もやが、よし、じゃあちょっと一回待ち戻りましょうか。階段、町へ戻る。はい。はい。あれからちょっといろいろ見てたんですけど、ここの、さっきの、槍を持った巨人兵のところで、一旦今の早期プレイの、今のバージョンでは、ここまでみたいです。はい。ね、扉の先とかもまた、今後バージョンアップすることで、また解放されていくっぽいんで。ね。現状ではここがラストみたいです。はい。また操作性も良くて、はい。ゲームもちょっといろいろ面白いんで、また、アップデート来たら、この先も進めていきたいと思います。はい。じゃあ、今回、というか、まあ、ここまでにして終わります。ご視聴ありがとうございました。またよろしければお願いします。それでは、さよなら。さよなら。